はい、どうもショップです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。はい、暑いですね。本当に今これ撮影してる時に北九州では台風がこう接近してる、上陸してるっていうお話なんですけども、いやいや東京はもうめちゃくちゃ暑いです。なのでスッキリ空間とかちょっとお出かけしようかな、身軽な感じでとかサクッと行こうかなって思ったんですけど、全然ちょっと行けるぐらいな身軽な感じじゃないですね、外が。という感じで今回もやっていくわけなんですけども、ですね、前回いただいたプレゼント、夢印のタオル、もう早速使ってます。めっちゃ気持ちいいんですよ、これ。あ、そうそう、ちなみにルンザやりますって言ってもまだちょっとこういったところがごちゃっとしちゃっているので、まだちょっとお店的ない部分もあるんですよ。こういった書類が無造作に置いてあったりとか、こういったのまだ整理できてないですし、なので今一部ですね、紹介していきたいと思います。で、まあ先ほどもお見せしたように、この、洗面台スペースですね。こういう感じになってまして、この赤がすごくおしゃれな赤なので、すごく気持ちがいいですね。で、上が3面でもないんです。これが、こういう開き方になっていて、中はこう、ああ、ちょっとね、ごちゃごちゃしてるんで、はい、あんまりお見せできないんですけども、こんな感じで、はい、こうやってパッと見た時に、まあ、物がすっきりしていればいいと思っているので、そう、この鏡の裏はぶっ込みスペースとなってます。でこっちに歯磨きのやつがあって、まあ、充電しながらね使ってます。サラヤさんから出ているウォッシュボンっていうハンドソープなんですけども、天然ハーブが香るクリーミーな泡状石鹸ということです。これすごくいい匂いします。おすすめです。どんな匂いがするかっていうと、僕は感覚としてはちょっとヒノキっぽいような、そんな匂いがしますけど、多分ヒノキは入ってないなっていう感じがします。はい、で下の方もぶっ込みスペースになってるんですけども、こちらはですね、今日洗濯するものっていうのがこの中に入ってます。ちょっと汚いのであんまお見せできないんですけども、でこっちが、このようにタオルだったり洗剤が入ってます。でこのですね、棚、ここに見える棚はニトリさんの、なんかこう組み立てしながらいろいろできるっていう棚なんです。でここの下のところにパイプがあるので、パイプがあったとしてもこうやって棚を設置できるっていうめちゃくちゃ便利なアイテムですね。はい、でまあここはまあぶっ込みスペースなんで、まあ別にもうどうでもいいやみたいな。でまあここが洗面台スペースになっていて、こっちが洗濯機スペースです。上はこんな感じになっていて、突っ張り棒ですね、100均で買ってきた突っ張り棒に、これお風呂の、足拭きマットみたいなやつを置いてます。でこれが洗濯機があって、もう洗濯したものをこれにこうよいしょ広げて置いて、でこの中にこう洗濯物を入れて洗濯外に運ぶみたいな、こんな感じでやってます。これも畳んでちょっと置いとくだけでもうコンパクトなのでいいですね。ここに2枚目の、お風呂場の足拭きマット敷いてまして、よいしょ、でここにですね、これがお風呂スペースです。じゃらーんと上の方にシャンプー入れてます。で下のとこ、あっちにはクレンジングオイルだったり、石鹸が置いてあります。僕人生で初めてですよ、こんな広いお風呂があるの。今撮影してるのが夏なので、まだ全然こういうのは湯船に浸からないですけども、冬が楽しみです。でお風呂から出ますよってなった時にこれですね。これはニトリさんで買った、こうやってもしょごしょってやるやつなんですけど、なんかブラシみたいなやつなんですけど、お風呂出る時にこういうゴシ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 ってでゴシゴシってこんな感じ でやってお風呂を出るという感じで毎日やってます。なのでお風呂はずっと綺麗ですね。まあ、こんな感じでお風呂場と洗面台は非常にシンプルかなというふうに思います。ショッピンさん、もったいぶらないでくださいよという気持ちですごく分かります。もう本当それは申し訳ないです。ただどこまで映していいのかっていうところなんですよ。僕以外のものを置いてあったりとか、あとここ目の前にブラジャーが干してあったりとかまあいろいろするわけなんで、今回はお風呂場と洗面台スペースっていうのをシェアしていきました。あ、ちなみについでになんですけど、こちらがトイレスペースです。はい、トイレスペースはこんな感じになってます。はい、何もほとんど置かない感じで、これは毎日掃除をしています。で
ここにですねいろいろこう生理用品とか入っているので、ここはもう完全プライベート空間でちょっとお見せすることができない、デリケートゾーンなので、ちょっとここはお見せはできないです。ルームツアーやるぞーって言ってやるやる詐欺をするのも申し訳ないなと思っていたので、まあ、今回は洗面台とお風呂周りをシェアさせてもらいました。いかがだったでしょうか。あのニトリの棚の間になんか棒が立ってる場所であっても、それ有効活用できるので、スペースを有効活用できるのですごいおすすめです。組み立てて荷物も置いてしまったので、これですっていうのはちょっとお見せできないんですけど、あのすごくおすすめなので、概要欄にリンク貼っておきます。そのぶっこみスペースの容量いっぱいに物はありますけども、そこから溢れることはしないと思います。なのでもう完全に物がないですというよりかは、自分のこの家が帰りたくなるような、自分の家が一番居心地がいいですってはっきり言えるような、そういうスペースに、徐々になっているっていう感じですね。まあ、なのでこれからもシンプルで身軽な、ライフスタイルを送っていきますので、またそこで出てきたアイデアとかがあればシェアしていこうと思います。ということで今回は以上です。外出たいんですけど、まあ今日も出られそうにないですね。はい、ということで皆さん熱中症に気をつけてください。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。いやー、でも今リビングのところ正直迷ってまして、何迷ってるかっていうと、そのゲストが来た時用にテーブルをどうするかっていうことなんですよ。でそんなしょっちゅうゲストが来るわけではないので、でっかいテーブルを置いたとしてもちょっと有り余っちゃうなっていうところもありますし、でも今のテーブル環境というかマット環境って確実にこう2人が限界というような感じなので、この物件は大切な人がいろいろ遊びに来て笑顔を触れる部屋にもしたいなっていうふうにも思っているんで、なのでまあゲスト用にどうするか、まあそれが完成したらもう本格的にこうルームツアーやりたいなっていう感じなんですけど、ちょっと今迷ってます。